お前は気楽でいいよな。寮の部屋一人で使えて。それ俺だってできればプライベートのある部屋が欲しいさ。なあせや、俺もこの部屋に引っ越してきていいか。なんだよせや、お前は自分だけ良ければ他はどうでもいいっていうのか。そんなことないぞ、聖夜と一緒なら俺は二人部屋でも OK だぜ。だってよ聖夜、俺のルームメイトの山田っての知ってるだろ。あの根っからのガリ勉やろうと来たら、寮に帰ってくるなりすぐさま机に向かってノート広げてさ、このまま寝るまでずっと一人でブツブツ言いながら勉強してるんだぜ。それにしたって限度ってもんがあるだろう。俺がテレビ見てたらうるさいからヘッドホンで見てくれとか言うしさ、そんなの俺の勝手だっつうの。そんなの気にしない気にしない。ちっ、まだ夜は長いってのに。あ、いいこと思いついたぜ。今日は久しぶりにせいやくんの横で添い寝してあげる。それならせいやの睡眠も邪魔しないし、一石二鳥だ。ダメ。せいやくんのためなら何でもできるのに。上でも下でも好きな方使ってくれていいんだぜ。マジになるなよ、冗談だって冗談。さてと、せいやがうるさいからそろそろ自室に戻るとするか。そんじゃまた明日な、せいや。
はよう。よっ、せいや、昼飯食べに行こうぜ。サチたちは午前中から課外授業で放課後まで学校に戻ってこないんだからさ。しょうがないから、今日はせいやと食ってやろうと思ってな。チャス、リッカ先輩。リッカ先輩も昼飯ですか？ううん、ちょっと職員室に行っていたのです。まさかリッカ先輩、遅刻して裏山から忍び込んだところを生徒指導に見つかって呼び出されてたとか。鶴間くんと一緒にしないでください。バトン部の顧問の先生に今日の連絡事項を聞きに行ってただけです。はい、バトン部の体育館使用許可についてなのです。室内競技の部活がいっぺんに体育館を使ったら狭くて練習どころじゃないでしょ。なので各部活の顧問の先生同士が話し合って体育館を使用できる期間を順番に決めているのです。それは部活によって違います。天文の間のご飯を使うところもあれば他の施設を借りて練習する部活もあるのです。そんじゃあリッカ先輩のところは？バトン部はですね、明日からしばらくグラウンドで練習なのです。そうなのです、太陽の下だといっぱい汗かいちゃってもう大変なんです。練習終わった後なんてユニフォームも下着もびちょびちょです。下着もびちょびちょっすか？うん、だから毎日着替えを持ってくるんだけどお洗濯が大変で。リッカ先輩、今度練習見に行っていいっすか？え、どうして？実は俺もバトンに興味があるっす。はい、そういうことならいつでも大歓迎です。俺行くっす、絶対行くっす、死んでも行くっす。私はキャプテンじゃありませんよ。第一、私にそんなことできるわけないじゃないですか。
こういう仕事ってキャプテンがやるもんじゃないですか。普通はそうかもしれないですね。でもバトン部では連絡係をじゃんけんで決めてるんです。じゃんけん？じゃんけんして負けた人が昼休みに先生のところに行くことになってるんです。なるほど、そういうことだったんですか。なので私はみんなに連絡に行かなきゃいけないので、これでバイバイです。厚木くん、どうしたの？大きな声出して。え、本当に？ごめんなさい。私、何かに没頭してると周りが見えなくなっちゃって。頑張って作業しようと思って早めに来てやってたからつい。なんだか変なとこ見られちゃった。あれ？でも厚木くん、今日はどうしたの？生徒会の仕事だし、厚木くんには悪いわ。厚木くん、うん、それじゃあお願いしちゃおうかな。
それは間違いじゃないの。普通はそうなんだけど、私が引き受けちゃったの。しないでね、うつぎくん。この仕事は私の方からぜひやらせてほしいって言ったの。うん、木戸崎先輩にはインターハイの練習があるでしょ。これを私が代わりにやれば、木戸崎先輩はその分練習できるかなって思って。分まで手伝わせちゃって。夏木くん、これくらいにしましょうか。うん、お疲れ様。厚木くん、私まだこの後用事が残ってるの。だからここで。今日もありがとう。それじゃあね、厚木くん。なあなあ、せいや。お前、あれ聞いたとき、やばくなかったか？立花先輩の、びちょびちょって話。なんだよせいや、お前立花先輩のびちょびちょなの想像して何も感じないわけ。まったく男のくせにだらしないぞせいや。だってびちょびちょだぞ、びちょびちょ。
せや。目を閉じて想像してみ。目の前に立花先輩がいると思ってさ。じゃあな、せや。お、せや、どうしたんだ？時間には軍隊みたいに厳しいお前がこんなに遅くに登校とは、こりゃ珍事だな。目覚まし？あ、すまん、それ俺のせいかも。いやな、夜中にテレビ見てたらリモコンが動かなくなっちゃって、どうも電池切れみたいだったから、昨日の夜せいやの部屋に借りに行ったのよ。そしたらお前もう寝てるし、よだれなんか垂らして気持ちよさそうだったから起こすの悪くてさ、仕方なく近くにあった目覚まし時計から拝借したってわけだ。まあまあ、俺と聖夜の仲じゃないか。しょうがないだろ、緊急事態だったんだから。まあそんなに怒るなって、せいや。それより
学校に行かなくていいのか？そんなに焦るなって、もう十分手遅れだから。こら、二人とも、今何時だと思ってる？二人ともちょっとこっちへ来い。また思いかつるな。いつもいつも堂々と遅刻してちゃんと来る気あるのか？あるような、ないような。返事ははっきり。どっちかというとあるような気がします。前ってやつはいつものらりくらりと。厚着も厚着だ。こんなのに付き合って遅刻するなんてお前らしくもない。厚着は今日が初めてだから許してやるけど、今度やったら鶴間と一緒にプール掃除だからな。え、じゃあ今日はあれやんなくていいんすか？しょうがない。今日は次に免じて許してやる。やったぜ。ほら二人とも、一次元目の授業が始まるから早く行け。ラッキーラッキー。飯行こうぜ、せいや。先輩、今日は何食べよっか。そんなの後でいいじゃん。まったく、そういうところは真面目だよな、お前。大丈夫、俺は天才だから。つうわけで、せいやもああ言ってることだし、先に行ってようぜ、サチ。私が注文しといてあげようか。